大分県大分市鶴崎にある九州旅客鉄道日本貨物鉄道日本本線の駅である事務官コードは92万5302017年時点でも陶器場は JR 貨物の貨物駅となっているが車扱い貨物の臨時取扱い駅及び車線内取扱い駅となっており貨物列車の発着はなくなっている島式ホーム一面二線を有する地上駅 駅南側に、駅本屋が存在し北側に、貨物設備跡が残る。すべての特急列車が停車するため、高速化事業により、周辺駅のようなホーム改修、校内配線や分岐器強化の変更は行われていない。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、駅舎内に緑の窓口が設置され、車椅子対応トイレが、 駅舎横に設置されている。IC カード守護家の発売も行っている。以前は売店、ミニコンビがあったが、2016年7月現在は、Y ショップ新鶴崎駅店が運営している。当初は2018年3月17日に、牧駅西崎駅間に、駅遠隔案内システム、アンサーを導入した上で当駅を無人化する予定であったが、高城駅坂の市駅間に関しては、 アンサー導入は見送られた。JR 九州は駅のバリアフリー工事の進展状況やアンサー導入駅の利用状況を踏まえた上で、当駅にもアンサー導入を検討するとしている。なお、2019年3月8日にエレベーターの共用が開始され、それに合わせてホームの重上げ工事も実施されている。 2019年度の1日平均乗車人員は1922人である。旧、鶴崎市街地に位置する。周辺部には、行政、公共機関の窓口や施設、金融機関や病院、ビジネスホテルなどが立地するほか、古くから商店街は形成されている。1963年の合併までは、鶴崎市であった。また、1980年代以降、 駅前から南へと伸びる県道208号鶴崎を大南線に沿って、新興住宅地とロードサイド型店舗が連なるようになる。一方、駅裏となる北側は臨海工業地帯と挟まれ、近年まで狭い路地沿いに住宅と工場と農地が混在する地域となっていたが、区画整理が行われている。駅より徒歩約3分の国道197号線沿いに大分バス、 鶴崎駅前停留所がある。大分方面佐賀の関、坂野市方面道方面については2006年に大幅な路線整理、運行区間縮小が行われた。通過するバスの半数以上が3つ先の鶴崎終点便となっている。九州旅客鉄道日報本線高城駅、鶴崎駅大在駅。ありがとうございます。